はい、どうもバイメキ YouTuber のブレイクスルー佐々木です。はい、今日はね、どんどんバイメしていきたいなというふうに思います。今日のバイメアプリはこちら。ペペッブルー斉藤さん。見えますかね。斉藤さんというアプリなんですけれども、ちょっとね、光の反射で見えないかもしれないですけども、斉藤さんというアプリについてね、やっていきたいなというふうに思います。でね、まあ、どういう風に売名を行っていくかというと、まあ、斉藤さんで、まあ、僕が、視聴者さんというか、一般の方に、お話をします。でね、どんどんね、仲良くなっていくうちに、自分が YouTuber ということを明かして、最終的にチャンネル登録してもらうという、れっきとした売名企画になっております。イエーイ！というわけで、どんどん売名していきたいというふうに思います。ピポパポピ。ピポパポ。はい、どうも。ブレイクスルー佐々木です。そうです。YouTuber です。どうも、こんにちは。面白い系の YouTuber です。こんにちは。今撮影してるんですけど大丈夫ですか？本当ですか？今なんか YouTube とか開ける環境とかって整ってたりとかするんですかね？開きました？そこで、ブレイクスルー佐々木っていう風に入力してもらっても大丈夫ですか？もしもし。ガチです。来ました。ブレイクスルー佐々木です。今どういう企画をやってるかっていうと、コミュ障のブレイクスルー佐々木という YouTuber が斉藤さんで自分のチャンネルに登録してもらうところまで達することができるのかという売名企画をやっております。大丈夫ですか？やべえ、切られた。というわけで、めちゃめちゃいい人でした。おそらくめちゃめちゃいい人で、そんなにね、汚れ YouTuber の僕にはね、全然、もったいないほどめちゃめちゃいい人だったんで、本当に心が痛いです。次に行きましょう。もうちょっとね、心が汚い系のね、一般人と知り合ってみたいなというふうに思います。どうぞ、ペペッ。来い。次の、新たなね、方。はい、どうも、ブレイクスルー佐々木でーす。もう、プルルルンじゃないんだ。めっちゃコミュ障やな、こいつら。このな、コミュ障すぎんだよ。なんで斉藤さんと話していてさ、ブレイク佐々木って言っただけでさ、電話切るわけ？おかしいよな。はい、どうも、ブレイクスルー佐々木でーす。どうも。プルルルンじゃないんですよ。俺、プルルルンが聞きたいんじゃない。俺、チャンネル登録させたいんですよ。ワンちゃん声聞こえないんですけど。あれ聞こえてないか。え？ピロロのおかしくね？何かおかしいことしてる？もしもし。お、もしもし。おはようございます。おはようございます。ちょっとね、
あなたすごいラッキーですよ。僕は、あの YouTuber のブレイクスルー佐々木というものなんですけれども。うん。あ、そうなんだ。でも全然いいと思います。その方が健全で。え？乗ります。だって、あ、なんかブレイクスルー佐々木っていう風に検索したったら、多分、一番上の方に出ると思います。はい。お願いします。すごい、なんかめちゃめちゃいい人でよかったです。なんか、もう20何人ぐらいかけて、初めてまともに話せましたね。本当です。最高の方に最後に巡り合うことができてよかったです。これで最後って決めたんですよ。もう20何回やってて、もう誰も繋がんないから、これで最後だなって思ったんですけど、めっちゃよかったです。ありがとうございます、本当に。本当に会えてよかったです。それじゃあ、多分、乗るんで、はい、頑張ります。本当にありがとうございます。そちらも頑張ってください。はい、失礼してます。ナイス。ありがとうございます。はい、というわけで。まあ、チャンネル登録まで行ったかは、わからないですけど、なんとかね、コミュ障はね、改善することができたんじゃないのかなというふうに思います。というわけでね、まあ、売名には、まあ、一人には成功したので、もう僕はこれでね、良かったかなというふうに思います。すごいいい方と巡り合うことができてね、世界にはね、こんなにいい人がいるんだっていうことをね、改めて痛感することができました。本当に良かったですね。すごい良かった企画です。ハートウォーミングな企画。すなわち、ハートウォーミング系 YouTuber、ブレイクする佐々木として、新たに、生まれ変わるんじゃないかなというふうに思ってます。行くよ！はい。というわけで、本日の動画終わりです。次回の、動画は、ファミマでうんこだけして帰ってみたらどうなるか。チャンネル登録よろしくね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 。チャンネル登録。